たまにぶりっこするところ。いいから、そういうの言わないでいいから、うん、すぐすね、2秒、2秒ってどういうこと、うん、はい、みなさんこんにちは、上田剛です。今日は100の質問という企画を、100個も、はい、YouTube でよくある質問と、はい、ファンの皆さんから募集した質問を混ぜて、はい、OK、 100個ぐらい。B 型は何型ですか？ B 型。皆さん誕生日は？10月2日、浜崎あゆみと一緒。自分の一人称、呼び方は何ですか？わし。趣味は何でしょう？服。自分で思う自分の長所は？人を笑わせること。逆に自分の短所は？短気。自分を動物に例えると何ですか？ゴリラ。野球以外の特技は何ですか？サッカー。この前証明したよね。いいフットボールでね。子供の頃憧れた野球選手は？イチローさん。子供の頃憧れた背番号は？7番。身長は何センチですか？180センチ。好きな飲み物は何ですか？好きな飲み物、はい、コーン茶。勉強で得意な科目は何ですか？音楽。一番好きだった球場は？おお、神宮球場。一番苦手な球場は？甲子園。メジャーリーグは見ますか？見ます。コラボした YouTuber さんはいますか？コムドット。今風ですね。つば九郎とは仲良しですか？仲良しです。自分で思う自分のチャームポイントは何ですか？ちょびひげ。歯並びがいい。顔が小さい。旅行は好きですか？好きです。行ってみたい国は？スペイン。サッカー見に行きたい。行ってみたい国内の観光地はありますか？俺あれ見たいんよ、秋田県にあるさ、田沢湖。岡山と東京どっちが好きですか？東京。ちなみに理由があります？何でも揃ってるから。今まで野球の遠征で行った、まあ、日本の街で一番良かったところはどこですか？福岡、博多。神宮球場に一つだけこう変わったらなみたいな。外野のフェンスを柔らかくしてほしい。バレンタインデー、今まで最大に何個もらいましたか？軽トラが1、2、3、4台ぐらいかな。チャンスチョコレートやった？どうしたじゃなかったですか？バレンタインの時ってホテルに届くことがあるのね、チョコレートが。でもその時に20何個届いたことあるよ。うっすげえと思って。10年後何をしていたいですか？社長。カラオケで絶対に歌う歌は何ですか？玉置浩二。ショートヘア派かロングヘア派か？ロングヘア。どっちでもいいよ。座右の銘はありますか？死ぬ気でやれ、死なないから。普段は右利きですか左利きですか？右利きです。打つのだけ左利き。絶対に出かける時カバンに入れてるものは何ですか？コンタクト。ストレス発散方法を教えてください。服を大量に買う。嫁が切れるから最近それやると。アウト。好きな色は何ですか？黒とか青とか。優勝した時のビールかけ楽しかったですか？楽しい、最高です。好きな食べ物は何ですか？お好み焼き。派手な髪色にするなら何色がいいですか？シルバー。柳田選手に、まあ、昔バケモンと言われたこと、これに対して率直な感想は何ですか？どっちがバケモンや。素直に嬉しかったけどね。プロ野球選手になれなかったら今何の仕事をしてると思いますか？学校の先生じゃん。乗り物酔いはしますか？タクシーの運転手が急ブレーキめちゃめちゃ踏むやつだったらする。野球以外なんか見るスポーツありますか？サッカーかな、やっぱり。ゴルフ。好きな季節は何ですか？夏です。無人島で1週間自主トレするとしたら何を持っていきますか？携帯。1日だけ現役選手を入れ替わるとするならば誰と入れ替わりますか？大谷選手。今まで一番お金を使った野球動画は何ですか？やっぱグローブじゃない。もう今とかだと5万6万するからね。好きなお寿司のネタは何ですか？トロタク。コンビニに行くと買っちゃうものは何ですか？ガブリチュウ。よくなんかハイチュウとか。ハイチュウ。アンパンマンの映画とか。いいからそれ言わないでいいから、うん、トーマスのとか買ってきてこそっと食べてんの。占いは信じるタイプですか？めっちゃ信じる。尊敬してる人は誰ですか？高田純次さん。めっちゃおもろいよね。天才やろあの人は、ほんま。一つだけ魔法を使えるとしたらどんな魔法を使いたいですか？どこでもドアを使えるようになりたい。登録者10万人いったら何かしたいことありますか？あります。今もう僕の最大の夢があるんですよ。やりたいんです。皆さんご協力よろしくお願いします。盗塁と女心盗むのどっちが難しいですか？盗塁。ここの遠征先行ったら必ず食べるっていう食べ物ありますか？名古屋に遠征行った時にカラカラっていうお店があるんだけど、みんな行くね。美味しいのよそこは。他の球団の選手たちもほとんど行ってると思う。好きな漫画はありますか？ドリームス。野球漫画。プロ野球界で生き残るっていう選手に共通する特徴とかってありますか？
自分の立場というか自分の役割をちゃんと理解してそれに向かって努力できる人と、あと一つはもう怪我しない人だね、うん、朝型生活ですか夜型生活ですか。夜型だね今は。まあでもずっと夜型だよね現役時代から、うん、今一番欲しいものは何ですか。いえ貯金ヤクルト以外でプレーするならどこがいいですか。マリナーズ。試合後などに自分のことをエゴサーチしたりしますか。めっちゃとんでもないエラーとかするやん。そしたらする。外国人選手と会話するときどんな感じでした。えい、モニーみたいな。他球団の選手の年俸を検索したりしますか。いや、それはやったことないな。今のこのコロナの状況の高校球児たちに励ましの言葉をお願いします。プロの世界にいた人たちがもっとこう協力できたらいいなと思うんだけど、まあ、なかなかねそれができないっていうのも申し訳ないと思うし、やっぱり高校野球っていいもの、社会に出た時とか必ず生きると思うし、コロナ禍の高校球児って今の子たちにしかわからないじゃん気持ちって。俺らにはわかんない。去年もそうだけどさ、高校野球がないってなって涙を流してる球児を見てさ、やっぱすごいかわいそうだなと思ったし、仕方ないで終わらすのがすごいかわいそうだなって思っちゃうんだけど、でもやっぱまあ仕方ないところもあるっちゃあるから、でも結局時間は止まらないからさ、こう前に進んでいくしかないから、大学社会人プロって目指してる人たちはね、しっかり練習して頑張ってほしいなと思います。奥様の好きなところはありますか。あります。どんなところが。常に明るいところです。なんで首かしげてんの。逆に奥様に直してほしいところありますか。なんで笑うの。いっぱいあるみたいな。たまにぶりっこするところ。じゃん。すぐすね。2秒。2秒ってどういうこと。現役時代背番号は50番でしたが、変える話とかそういう機会はありましたか。あったよ、1回あった。青木さんがメジャーに行くときに23番つけてるかなっていう、そういう話が進んでたけど、ちょうどその時に山田哲人がプロに入ってたから、これ山田23番あげるということで、まあ、結果的にそれで良かったよね。坂口智孝はい、との一番の思い出や普段の坂口先生をどんなことを聞きたいですか。坂口さんとの一番の思い出は、一回ね広島でコンビニ行った時に男気じゃんけんしようってなって、坂口さんがまあ男気じゃんけんに勝っちゃったわけよ。おい好きなもん入れろとか言って、みんなもうわっけのわからんもんばっかバン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 入れまくって、多分10万ぐらい払ってたじゃんコンビニで。普段はねもうほんとね、もう愛されるというかね、やっぱ後輩にも慕われるし、雰囲気持ってるね。すごくこう、あの人嫌いな人いないと思う。めちゃくちゃ面倒見もいいし、男が惚れるかっこよさっていう感じかな。畠山和弘さんとの印象的な思い出があればお願いします。去年2020年の春のキャンプか、畠山さん2軍のバッティングコーチで、で俺が言ったら、まあその2軍のキャンプの中ではベテランじゃないけど、まあ年齢も上の方だったから、すごくなんかこう体のことを考慮してもらいながら練習をしてもらって、一緒にやってた畠山さんになんかそんな気使ってもらっちゃっていいのかなっていうような感じがあったね。好きな手料理は何ですか。奥さんの好きな手料理、はい、お好み焼きとかね、ネギ焼きとかね、超うまいんですよ。バレンティン選手との面白い人になりますか。去年自粛中とかテレビ電話とかね、こことしてそれをインスタライブで配信したりとかして、ここ自身も寂しいのかなと思ったりとか、まあ俺もロッカー隣だったからヤクルトの時も、まあ本当ね仲良くしてもらったし。16球団構想についてどう思いますか。そんな話あんの。話ある。あと4球団増やすってこと。ぜひやって、そしたら俺入れんじゃんもう一回。現役復帰はしたいと思いますか。韓国リーグちょっと行ってみたいな。セリーグの DH制賛成ですか。賛成、賛成、賛成。その理由はピッチャーの考慮っていうのもあるし、試合に出れる選手が増えてくる可能性があるよね。でレギュラーを取れるチャンスが増えてくるんですね。だからそういうのもいいのかなと思うし、やっぱりパリーグとの差ってね、やっぱそこだけが原因じゃないと思うけど、やっぱそういうのあるのかなと思うし、一緒にしたらいいんじゃないかなと思う。現役時代一番高い買い物なんですか。車。お好み焼きは大阪派、広島派。広島派。年俸交渉の場面では何を話しますか。まあ、背番号の話もしたことあるし、外野のフェンスのことも言ったことあるし、まあでも俺はそんなね、給料下げられたという回数がね、14年間で1回しかないんだよね。だからね、さてつくこともなかったし。プロ野球の監督は将来してみたいと思いますか。高校野球の監督はしてみたいけどね、プロ野球はちょっと気が引けるな。やっぱりプロ野球選手はサインの練習をするんですか。プロになってしたことはないかな。交流戦と日本シリーズはやっぱり雰囲気が違いますか。全然違うでしょ。日本シリーズと交流戦でしょ。全然違うよ。今も若手選手とコミュニケーションを取ったりしますか。全然取らないです。入団時の自分に一言。遅いな。ゴルフのベストスコアは何ですか。97。おー、すごいっす。先輩から言われて嬉しかったことはありますか。最後終わった時にね、青木さんからもうお前よくやったよと、14年間やったらもうプロ野球選手として十分成功だよって言ってもらった時はもう嬉しかったね。
監督が変わるとチームの雰囲気はどれくらい変わりますか？そんなめちゃくちゃは変わんないけどね。もともとヤクルトって別にその暗いチームじゃないから常に一緒、ヤクルトは、うん、YouTube には慣れましたか？慣れましたね、多少は。今思うとプロ14年間長かったですね。短いです、一瞬です。3年ぐらいしかやってないという感じするね。ファンの存在は大きかったですか？大きいですね、まあ、特に引退してから実感します。それは現役中に一番嬉しかったことは何ですか？はい、優勝できたこと。自分の誕生日2015年10月2日優勝決めれてビルかけできた時が本当幸せだなと思った瞬間かな。小さい頃からさ、ずっとそういうシーンをテレビで見てきてさ、実際自分が今その立場にあって、で、まあ、日本シリーズも行けて、しかも日本シリーズも試合出れてってなった時に嬉しかったね、めちゃくちゃ。2015年っていうのが本当に充実したというか、怪我もあってね、別に成績とかはね、大した別に成績じゃないんだけど、いい1年だったなっていうような感じなんだよね。その2016年におばあちゃんがね、亡くなっちゃったんだけど、そのおばあちゃんがもう最後に俺の試合見たのが日本シリーズだったのよ。最後ね、その姿をね、見せれたのがね、良かったね。で、そこでヒット2本打ったから、余計に。もうおばあちゃんホテルでもう、バレンティンと写真撮らせろってずっと俺言ってたからね。最後の質問これで以上でした。はい、皆さんいろいろ質問していただいてありがとうございます。まだまだどんどん質問を送ってください。僕の声が出る限り答えたいと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。